現地で取材をする吉野記者に来たいいと思います吉野さん、ままあ外遊取材これまでいろいろ言っていると思いますけれども今回、やっぱりコロナ禍ということでずいいぶんん雰囲気違ううみたでですすねねそな今回、ですね日本、ベトナム両政府とも,もコロナを持ち込まない持ち込ませないということで、まあ、異例ずくめと言っていいと思いますね。でまずあの日本を出発する前に菅総理も政府職員もそして我々同国記者団も全員 PCR 検査を受けました。 さらに、ですねベトナムを入国にあたっても菅総理周辺の10人程度を除く全員が再度 PCR 検査を受けました我々、同国記者団はですね宿舎となっているホテルの裏口から通されまして一般のお客さんと接触しないように我々しか使わないゾーニングされたフロアで検査を受けまして今朝陰性の結果が出るまでは自室で隔離されていました。 まあ、菅総理一行もですね映像ではマスクをしていないシーンもあるかと思いますけども、まあ、実際はですね外交儀礼上必要なところ以外はマスクをつけていたり、まあ、あとは握手ではなくて肘タッチだったたりしとということなんですねそして、まあ、いよいよその外交外遊デビューという点ではどんなふうに見てますか。 あそうですねあのまあ正直、緊張しているのか淡々としているのかあの見た目からはあ,のあまり半然としない方だと思っているんですけども同行筋によりますと人の往来の再開にはまみなならぬ意欲を持っていたということでした。 あのまあ印象的だったのはですねあの首脳会談ですとか式典などの合間に参加者から挨拶を受けたりする場面があるんですねまあそういった時にですねまあこんにちはこんにちはとこうこう片っ端から行くんじゃなくてですねまあ一人一人との時間がまあやや長めで丁寧かなと感じましたあの副首相ともですね記者会見が終わったにまに立ち話をしていたんですけどもまあ何を話したか聞き取れなかったんですけども談笑しているという雰囲気でですね まあベトナム側からは歓迎ムードが伝わってきたと言えると思います。あの今回マリコ夫人にとってもデビューとなりましたけれども、どういったスケジュールをこなされているんでしょうか。そうですね。あの今 VTR にもありましたけれども、いくつかの独自の日程をこなしています。あの福首相の奥様とランチを共にしたりとか、あとハノイにある孔子を祀ったお寺ですね。こちらを見学したり、博物館を視察したりと。 いいうことをしていますあの午前中にはです、ね、あの菅総理とあの共通日程の歓迎式典に出席されていましたけれども、まあ、式典の中で,です、ね、ご自身が立ってるるポジションにあ,るあの決まったポジションに立っていらっしゃったんですけれども、まあ、取材のカメラが邪魔になるんじゃないかと思われたのか、まあ、カメラに場所を譲るような初々、まあ、しいというと僭越ですけれども、まあ、初めて感のあるシーンもあの見られまししたたわかかりました現地から政治部吉野記者でした。